ートリバースの人生はポリバケツ。今日は一人ですよ。はい、こんばんは。まあ、別にそんなにあれしなくてもいつ見れるよね。なんかリンクしたわ。なんか、あれって1個なんか新しいの来てる。お、来てるかな。あ、うんうんうん。あ、来てますね。来てる。これ59のやつ。これは、どうしよう。これは長いからさ、はい、下読んだら、言ったら、なんかこれでまたメールに戻るのは、受信トレイをっていうのをやる。左側の矢印、あ、受信トレイでもいいですよ。受信トレイ、はい、これからね、うん、あ、よかった。なんかメッセージが思った以上にあるから出そうですね、一人でも。うん、頑張る。行きたい場所か。ん、行きたい場所、行ってみたいところ。大体行ったな。このさ、なんか運慶とか運食いとかの意味をちょっと喋りたかったわけ。うん、でも調べる時間がなかった。運慶重視。なんで？運慶亡くなった人を迎える。運慶で通じ合うと競馬情報が出るわ。運慶運食い、運慶運食い、迎えるを運慶、先祖はあの世からお迎えする。まあね、まあ、でも多分さ、あれだよね、いろんなところでもうこういう話題になってるから別に、うん、オリンピックもね、オリンピックも。そろそろ、はい、マイク入れます。はい、ポートリバースの人生はポリバケツ。はい、というわけで、8月17日人生はポリバケツ25回目の放送になります。あのね、聞いての通り見ての通り絶賛お一人様ポートリバーズのボーカルのあさみです。こんばんは。今日はね、立つのがいないです。あの、いつも二人でやってるんですけど、今日はいないので一人で頑張って1時間生放送はしゃべよう。大丈夫かな。一応キッサーが隣にいるから、もうキッサーとあれしながらね、あの、頑張っていこうと、楽しんでいこうと思いますよ。マーチ今飲みたい気分だもん。なんか一人で変なテンションになってからさ。飲みたい気分。いやいや、ね、あれですね、今今日はウークイ、お盆最終日でウークイだから、まあうちも実家がね、仏壇があって、運慶重視もやったし、昨日の中日もやったし、ウークイも今日ちょうど、今ちょうどお客さんいっぱいいるんじゃないかな。道ジュネもね、喫茶道ジュネとか分からんか。まず運慶ウークイからして分かんないです。あ、このあの世に行ったご先祖様たちを、うん、はい、お迎えするわけ。ほうほうほう。お盆3日間あって。あ、なるほど。本土にもあるでしょ、お盆は。あるけど、こんなに沖縄ほどまでじゃないのかな。お盆の日、お盆、うん、
やった記憶がないですね。ない、はい、なんかあのさ、このお家の仏壇の両端にサトウキビをさ立てるわけ。はい、なんでかわかる？サトウキビを2つ。サトウキビ、それはなんでかわかる？こっちが入り口だよみたいな感じですか？うん、違う、こっちが入り口だよみたいなのもはさ、また別のものがあるんだけど、はい、亡くなった方々が、ほらおじいちゃんおばあちゃんって足腰悪いさ、杖だわけ、はい、杖、サトウキビが杖だわけ。なるほど。沖縄で方言でグーさんって言うんだけど、はい、もうめちゃめちゃ自分なんか実家は大きかったな、サトウキビ今年。もう太い、めっちゃ太いサトウキビ置いてて、だからたくさん遊びに来てるはず、自分なんか私の実家比嘉にはね。そしてなんかいっぱいお料理作って、うちはね買わないんですよ外から。はい、買わないでお母さんが3日間ずっと作ってる料理をですか？うん、料理がすごい、もうなんか重箱に詰めるんだけどすごいよ。もう、あ、買ったのかなって思うぐらい、まあ、自分の母親のあれを褒めるのもあれなんだけどなんかね、クオリティが高くて味もすごくて、はい、だから、まあ、おじいちゃんおばあちゃんも一緒に住んでるんだけど、もうおじいちゃんおばあちゃんも90代だから、はい、ね、あんまりこうなんていうの、まあ、みんな親族で集まって、もうおじいちゃんもおばあちゃんも長生きしてよみたいな感じで、でそれで料理がバーで並んでみたいな。もうたくさんの料理が、うん、おー、いいですね。だからさ、もううちはお母さんにあれが上がらないわけよ、頭が上がらない、頭が上がらない私もこんな母親になれるかねってから、もうお盆とかお正月は毎年思うっていうのもあるんだけどさ、はい、はい、ということでね、今日も皆さんからのメッセージ受け付けております。私今日一人なので、みんなからのメッセージが頼りです本当だよ、メッセージがたくさんあればあるほど、ラジオが一人だけど盛り上がったりするさね。だから皆さんメッセージお願いします。今日のメッセージテーマ、行ってみたいところ、一生に一度は行ってみたいところ、死ぬまでに行ってみたいところね、ということでね、行ってみたいところ、あそこに行きたいなっていうのがあればメッセージどしどし待ってます。そして、お悩みがあればお悩みも私が勝手に解決するので、メール待ってます。メールアドレスは797@fmginowan.com 797@fmginowan.com。ユーストリームとツイキャスも同時配信してますので、たくさんのツイートお待ちしてます。この番組は、宜野湾ヒューマンステージの提供でお届けいたします。はい、CM 行きました。はい。やっぱ早いな、ちょっと。でも大丈夫っぽい？全然大丈夫だと思いますよ。メールもたくさん来ると思いますし。そうだな。メールな。多分行ってみたいところっていっぱい来ると思うので。ああ。それに関して調べてその内容を引っ張ってもいいです。 はい、いらっしゃい。こんにちは、みなさん、いらっしゃい、いらっしゃい残り20秒で CM 開けます。はい、これよ。10、9、8、7、6、5秒前です。4、3、2、1。ポートリバーズの人生はポリバケツ。はい、ポートリバーズの人生はポリバケツのお時間です。今日はボーカルあさみ一人で届けてます。だけど今日はウークイ、隣には私の大好きなおじいちゃんがいるよおじいちゃんね、大好きなおじいちゃん、今日あち朝からおじいちゃん家、亡くなったおじいちゃんの那覇のお家に行って、おじいちゃんが大好きなクリームパンをお供えしようと思ってさ、朝から行ったわけ。
で、しかも普通の何のクリームパンじゃなくてもダメ。意味わかる？具志堅パンのクリームパンじゃないとダメなわけよ。おきこパンとかじゃなくて、まあこれこんなしラジオで言ってもあれかもしれないけど、おじいちゃんはもうとにかく生まれた時から死んでしまう時までクリームパンだわけ。具志堅パンの、具志堅パンのクリームパンはおじいちゃんが世界一のクリームパンだって。そうなんです、ね、あとボンタン飴、はいだから、まあ、私結婚してないさね、結婚してない、このお中元とかなんとかってこの 箱よりおじいちゃんが好きな具志堅パンのクリームパンとボンタン飴を買いに行ったわけよ。普通さ、ありそうさ、スーパーにボンタン飴ってわかる？ボンタン飴はすぐ見つかったわけ。はい、ありますね。で、具志堅パンのクリームパンがないわけ。点々と探したんだよ本当になくて、もうおきこはいっぱいある、おきことか山崎とかがあったんだけど、あ、もうちょっとね、あの具志堅じゃないと多分おじいちゃんデジタンチャーだったんだけどダメだって怒られそうだなと思って、でもその時にさ、あの最後のこのスーパーで出る時に具志堅パンのあれが通りよったっけよ、トラックが。トラック、はい。これは意地でも探せって言ってるのかおじいちゃんが、あ、もう具志堅パンのトラック見ただけでおじいちゃんは喜んでるよって言ってるのか、私は後者の方にしましたよ。だから喜んでる方で、喜んでる方、もういいよあさみ、ちょっともうこれ以上あれしてもおじいちゃんも大丈夫よって言ってると思って、しかもその後仕事があったから結構もう時間がさギリチョンだったわけ。あー、なるほどなるほど。もうおじいちゃんごめんと思って、もうボンタン飴と、あとはおばあちゃんが好きなみたらし団子が入った、はい、もう冷たいやつの冷蔵庫で冷やして食べるやつの、もうそれだけ持って行ってから、もう、あの仏壇にお供えしてきましたけどね。おっていう、私は今日ウークイ始まりの朝でした。というわけで、メッセージ来てますよ、読みます。こんばんは、あ、待ってよ、これポリコネーム、ポリコネーム、ポリコネーム、マンゴーマンさん、ありがとうございます。こんばんは、今日はウークイですね。エイサーがあちこちで見れて楽しいですね。ごちそうもたくさんで、食べ過ぎて体重が気になるところですが、さて、今日のテーマ、行きたいところですが、ついつい海外を考えてしまいます。私は北海道に行きたいです。沖縄と似て自然がたくさんだったり、食べ物が美味しかったり、似てるところはありますが、気候が真逆。気候が違うだけで生活環境がガラッと違うと思うので、それを体験してみたいです。あとは単純に魚が美味しいと思うので、釣りが好きなので自分で釣った魚を毎日食卓に並べて堪能したいです。あ、絶対北海道は魚やばいよね。うまいですよ、北海道やばいでしょ。あと石川とかもやばいみたいよ、魚はね。今日は一人ぼっちのあさみさん、一人じゃないよ、フォロー抜群な岸さん最近元気そうなあさみさん、岸さんじゃないからねあのあちが勝手にキサラギだけど、キッサーってあのあだ名をつけてるわけだからキッサーって言ってるから、多分キッシーに聞こえるのかな、キッサー、そうそう、がいるから大丈夫ですよ。ウークイのごちそうたくさん食べて元気出してね。そんなあさみさんのライブで汗を拭いたタオルプレゼント希望、デジヤだポリバのライブまだかな、楽しみに待ってるよって、マンゴマさん、ありがとうございます。いや、こんなんしてねメッセージ来たら嬉しいね、一人でも。はい、なんかほら、いつも立つのと二人でいるから、読みながらこの文章に対してこんなだねあんなだねとか言って言うんだけどさ、もう今日はあちの勝手な解釈でやっていきますよ。いいよ、もうウークイくらい体重増えてもいいんじゃない、お盆とかウークイとかね、楽しいからね。これパスメールあれするのも大変だな。はい、ポリコネームミーツーさん、ありがとうございます。今日はウークイラジオ聞き終わって、ウークイしようねっておじいおばあにお願いしたよ。は、ラジオ聞き終わってウークイしようねっておじいおばあにお願いしたよ、どういう意味ですか、どういう意味なのかなはい、行ってみたいところということで、昔から漠然と行きたかったところはイタリア。イタリアのどこに行きたいっ
ていうのはないんだけど、なぜかイタリアが好きで行ってみたい。いつか絶対に行きたいな。 PS、 アーチン初のポリバケツお一人様だね。でもおじいちゃんが見守ってるから大丈夫だよ、頑張ってね。ではではって、水さんありがとうございます。イタリアね、イタリアはナポリでしょ、絶対。もうパスタとかあのピッツァとかあのやばいだよね、イタリア。そうだよね、イタリアはイタリアよりピザ、イタリアンね、ワインとかね、いいなイタリアね。はい、ということでね、これは喫茶今さラジオ生放送中だけどさ、はい、あの確認するけど、こっちの時計が9分40分だったら CM って行けばいいのかな。9分40分あの CM は一度行っておりますので、いつも最後あの51分ほど時に入れておりますので大丈夫ですよ、はい、CM の時教えて、はい、CM の時はね、はい、いつも横から立つのが行くよって言うからさはい、大丈夫ですよ、伝えますね。一応一人大変なんだね、はい、一人でも大丈夫と思ってたんだけどさ、あ、違う違う、こっちじゃないよ。はい、そして、メッセージ、ポリコネームはちみつ二郎さん、ありがとうございます。久しぶりだね、はちみつ二郎、久しぶりです。今日は旧盆ウクイですね。1年ぶりに親戚のおじいとかおばあに会って、自分のおじいとかの知らない話とか聞けて本当に楽しい。昔のおじいとか小さい頃のイメージ像しかなかったし、何の仕事してたのかと、あ、何の仕事してたのかとか、お酒を飲む人だったのかって親戚の人から聞くと、だんだんイメージが見えてくるから、僕の中での考えてなんですが、そういう意味でお盆って亡くなった先祖に会えてる気がしてます。 お盆は亡くなってる先祖に会えてるんだよ、きっと。あちはそう思ってる、会えてるよきっとね。はい、じゃあ今日のお題、行ってみたいところということで、ランキングつけてくれてますよ。3位2位1位、このはちみつ二郎さんの行ってみたいところ、第3位、太陽惑星の別の惑星、本当に無限なのか見たい。あ、やば、スケールでかいな地球を飛び出してしまいましたね、地球を飛び出してしまいましたねすごいね、へえ、ブラックホール的なねで第2位、天国スケールでかい、これも天国、どういう意味の天国なのちょっとはちみつ二郎さん。第1位、生まれる前の過去に行きたいついには時空を超えましたか、これ二郎、はちみつ二郎だからよ、時空超えたね、現在とかなんとかじゃなくて、もうあれだ、もう映画の世界だ多分ね。なんか太陽惑星の別の惑星とかさ、天国とかさ、生まれる前の過去とかさ、ドラえもんだね、ね、異次元の世界でしょきっと。全部この何ドラえもんと一緒に行けば見れるやつだよね、まあ、きっとタイムカプセルとかね。そうですね、でもタイムマシンとかね。でもドラえもんと一緒でもちょっと天国行けるかどうかちょっと分かんないですけどね。あ、そうだね、はい、いやー待ってよ、番外編ポートリバースのライブに行きたい、行ってみたいな。あっちーさん、ラジオ一人頑張ってくださいね。だって、ありがとう。番外編、ポートリバースのライブに行きたいって。ポートリバースのライブ、毎回来てくれてるよ。はちみつ二郎さん。ね。はい、じゃあ次行きます。そろそろ CM だよとかだったら行ってね、キッサ。はい、大丈夫ですよ。ポリコネーム。ポリコネームがないね。ポリコネームないですけど、はじめまして、先輩方。初メールです。あ、ポリコネームとしきですね。はい、ありがとうございます。初メールです。ウークイなのにお疲れ様です。今日カラオケ行ったら素晴らしい楽曲で出会いました。それでは皆さん聞いてください、ポートリバースで帰り道、としきでしたって。あの写真も送ってくれてるんだけど、カラオケに行ってポートリバースの帰り道がカラオケに出てきたから、はい、ダムに入ってるわけ。あ、そうなんですね。カラオケダムに、はい、そう配信されてて、第一交渉さんが取り扱ってくれてるわけ、ありがたいことに。それでその最初の、あの見えるから、こんなしやったら見えるかな、写真付きで送ってくれてるこの
嬉しいね、こんなしてね、カラオケにもあったよみたいなの来たら、はい、ありがとう。としき歌ったのかな、ちょ友達なんだけどさ一人寂しいからメールちょうだいってメールしたわけありがとうございます。はい、じゃあ次、ポリコネームタヤコッピー、ありがとうございます。わ、タヤコッピーもめっちゃ綺麗な写真送ってきてる。なんだこれ。こんばんは。今週のテーマは一度は行ってみたいところね。うちが行きたいところはここだ。フランス領ポリネシアのソシエテ諸島にある島のボラボラ島。はぁ、大変、読むの。はフランス領ポリネシアのソシエテ諸島にある島のボラボラ島。噛まずに。なんだボラボラ島って、面白い。ボラがいっぱいあるのかな。いや、ボラは住んでないみたいですね今見たんですけど。あ、本当、はい、タヒチから飛行機で1時間半とかか、はタヒチで、あ、タヒチから飛行機で1時間半とからしい。でもタヒチまで12時間かかるんだけどね。わ、とにかく綺麗。死ぬまでに1回は行ってみたい。水上コテージとか泊まってみたい。ダイビングもしたいけれども1人50万から60万かかるらしい。宝くじが当たったら行こうっとって。やばい、見てきてた写真。はい、今見てます。私もこれ皆さん見える、めっちゃ綺麗。フランス領ポリネシアのソシエテ諸島にある島のボラボラ島。はあ、すげえ。1人50万から60万って。そうですね、ほとんどが航空機代ということで。もうやばいね。あ、そうなんだ、はい、へえ。この水上コテージとかさ、やばいね。まあ、ボラがあるからボラボラ島って言ってるわけではないんだみたいですねはい、ありがとうございます。次いきます。ポリコネームみゆぱんです。ありがとうございます。みゆ、いつもお世話になってます。思いトランスドラムのみゆぱんです。あちさんが今日は一人でラジオということで応援も兼ねて初メッセージです。今日のお題は行ってみたいところということですが、私はポートリバースの皆さんと飲みに行ってみたいですねって。かわいいメッセージだねいつでもどこでも行くよみゆぱん、場所はあちさんにお任せします。ではでは失礼しましたって。みゆとはさ、実は職場が一緒だわけ。あ、そうなんですね。でさ、今日帰るときにさ、あっち仕事終わってすぐこっちに直行してきたから、ちょっと今日一人だわけ、寂しいからメッセージ送ってよって送ってくれてありがとう。みゆ嬉しいね。思いトランスもね、前8月10日にリリースして円で、11日にレコ発もね大盛況ってことで、もうおめでとうございます。思いトランスかっこいいよ、やっぱガールズバンドいいね。いいなあ、あれぐらい若返ってみたい。ちょっとその時代に、あっちが思いトランスと同じぐらいの年齢って何何してたかな。なんか多分コンビニをクビになったりとかしてたかもしれないなんかすごい波乱万丈やらかしてはい、次いきますよ。ポリコネームゆいかさん、ありがとうございます。こんばんは、うーくいですね。行ってみたいところ、私来月お一人様弾丸東京ツアーするんです。あ、アーチーぜひここだけは行ってた方がいいよってところがあればぜひ教えてください。いいね、一人で行くんだ。いや、アーチーも東京住んでるときは一人であちこち行ったんだけど、一番はやっぱ浅草かな。癒される、あのパワースポットでね、でいろんな異国の人たちもいるし、最初の雷門通り越えて一番真ん中の方で煙浴びるところがあるわけ。そこでいっぱい、まあ、もう喉ちゃんと良くなりますようにとか、なんとかなんでか、みんなさ煙で治したいところとか、頭良くなりますようにとか、煙を自分のそのなんか良くなりたいところに煙を当ててパンパン叩くっていうさ、なんか儀式的なみたいなのが勝手に行われてて、あっちもそこに20分ぐらいはいるね、煙に。あれしたいこれしたい、もういっぱい欲がありすぎて、喉がきれいになりますように、なんか頭良くなりますようにみたいなさはい、そうで、人生のうちに一度は行きたいところ、サハラ砂漠。見渡す限りの砂の中で感動するのか、孤独を感じるのか、恐怖を感じるのか、
世界の絶景は死ぬまでに見ておきたいです。ではではご先祖様にまたねしてきましょうね。そっか、ちょうど今ウークイのあれかな、タイミングかなね。サハラ砂漠、いや怖い、なんか怖い。一人で行くのかなこれ、一人で行きたいのかな。誰か隣にいたらいいんだけど、はい、多分感動っていうよりかこんな広いところに一人みたいな、もう見渡す限り砂でしょはい、ラクダいるのかな。ラクダもあの観光用でラクダ乗れたりもします。あ、いるのか、はい、ただ暑い。でもちょっと恐怖だはずね。はい、はい、ありがとうございます。まだ大丈夫？大丈夫ですよ、はい、全然。次のメッセージいきます。ポリコネームヒューマンステージヤーマンありがとうございますオーナーの山田さんですね。ヒューマンステージ行ってみたいところ、台湾行きたい、行こう、ライブしよう。だってもう山田さんだし、もう台湾でライブって、なんか台湾でライブやってみたいな。相当お客さん熱そうじゃない、なんか台湾とか、あ違う、台湾結構みんな、前ヘムとかも台湾に行ったって言ってたけど、行ってみたいな。シベスカとかもなんか行ったりするよね。台湾韓国だっけ、台湾かな、行ってみたいな。前チャタンのウミンチュアーフっていうところでアコースティックだけどライブした時に、この台湾か韓国かの方がもちろん初めて見てくれてて、たまたまよ、はい、そしたら2人の男性だったんだけど、 CD もタオルも買ってくれよったわけ。なんかアコースティックなのにノリノリで見てくれてたわけ。おー、なんかやっぱそっちの国の方たちって、初めて見る音楽でも何でもこうやってなんか CD も買ってくれて、はい、なんか余計行ってみたい。その現地でライブしたらすごい盛り上がるんだろうなってあの時思ったんだけど。キスある？台湾とか行ったこと。台湾はですね、一度だけ行ったことがあります。へえ、行きたい。ご飯も美味しいんでしょ。あの僕はちょっとあの辛いものが苦手ですので。あ、そっかそっか、はい、そうなんだ。台湾行ってみたいな。食べ歩きツアーとかね。はい。はい、じゃあ、来てますよ。たくさん来てますね。メール来てますね。一番上に受信してるの。下から読みますよ。はい。はい、タイコッピー2通目です。ありがとう。あっち、一人なんだね。あと40分。ポリコと共に一緒に楽しもう。ありがとう。うちのお盆休み、お墓参り行ってない。おじいちゃんとおばあちゃん怒ってるかなって。あ、本土のお盆っていうのはお墓参りだけかな。なんかお墓をよく掃除してるというイメージが、あのなんかお盆の日に。なん一応お墓は掃除するんだけど、はい、なんか旧の七夕の日に。あ、うん、だけどこの親族で集まってワイワイみたいなのはないのかな。わあ、なんかあんまり聞く。仏壇があるお家でとか、まあ、はい、うん、ちゃんと会いに行かなきゃだ。行きたいところ、日本ならここ北海道だ。これ漢字を読めないよ、はい、北海道アメタキ郡北竜町にあるひまわりの里。こんなひまわり畑に囲まれたいなって、すごい綺麗な写真を送ってるんだけどさ、これなんだろう、あち多分絶対違う地名の呼び方してるはず。アメにあの簡単な方の竜に郡、はい、ですね、うん、北海道、うん、天竜郡北竜町。北竜町、はい、へ、北海道天竜郡北竜町にあるひまわりの里って、これをタイコッピーをさっきから難しいところのあればっかり言うね。この北海道天竜郡北竜町かっこいいね、名前。天竜郡北竜町のひまわり、さっきのタイコッピはもう一回言うよ。フランス領ポリネシアのソシエテ諸島のボラボラ島難しいどっちも難しい。あ、でもね、綺麗なひまわりの写真もまた送られてきてます。いいね、ひまわり、あっちも好きだから。沖縄でもあるよね、ひまわり畑ね。コスモス畑とかもあるから、今年も。はい、よ、これパソコン足立つのいないと大変だなはい、行きますよ。ポリコネームマンゴーマン、はい、2通目ありがとうございます。お悩み相談って、お悩み相談
珍しいな悩んでるんだ、ね、はい、はい、こんばんは。あさみさんがトークこもらないように今日は2回投稿です。ありがとうございます。優しい。ぜひぜひ素敵な歌詞を書くあさみさんにお悩み相談です。私には今好きな人がいます。しかしその好きな人はもうすぐ結婚をします。できちゃった婚です。叶わない恋だとは分かっています。しかし諦めきれません。何度も諦めようとしましたがやはり諦めきれません。せめて好きな人に思いは伝えるべきでしょうか。あさみさんならどうしますか。うん、私だったら伝える。もうさ、伝えないと自分が思ってる思いはね、なんかその後どうなるかとかじゃない。もうこの結婚するんだったらもうそれは分かってるんだけど私好きなんですっていうのは全然別になんか相手も別に損するわけでもないし、多分このマンゴーマンさんは自分の気持ちを告白しないとずっと自分の中でぐる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 もう空回って黒いのばっかりがあってっていうよりかは思いをもう吐いて好きでした好きですっていうのを言ってもいいんじゃないかなって思うんだけどね。なんか結婚もうすぐ結婚するからって自分の気持ちを言わないのは、まあっちは言いたい派だから言うけど、ほらでもマンゴーマンさんも叶わない恋だとは分かっています。しかし諦めきれませんって、もうこれで答え言ってるさ自分で。諦めきれません、何度も諦めようとしましたがやはり諦めきれませんって。だから叶わない恋かも恋だけどもう告白することでちょっとなんかすっきりして次の人に次また素敵な人を探すっていういいステップになると思うんで、私は好きな人に思いを伝えるべき絶対です。頑張ってマンゴーマンさん。切ないけどね、まあ人生いろいろあるよね。はい、次いきます。ポリコネームミーツーさん、はい、2通目ありがとうございます。今日メッセージ多いね。多いですね。なんかでもゆっくり読んでいかないとこっからなくなったら怖いね。そうですね。はい、うちのおじいはスプライトよりマウンテンデューが好きでした。こんばんは、ミーツーです。行ってみたいところ、北海道美瑛町にある美瑛の青い池。あの青い池はテレビで見たことあるんだけど実際には見たことない。自分は青が好きなので青い池とかもうテンション上がる。はあ、行きたいな。 PS ラジオを聞きは？ラジオを聞き終わってからってのはラジオをってことね。っていうのはご先祖を愚僧に送るのをラジオ聞いてからにしようねってこと。意味わからんかったらスルーしてね。ではでは。北海道人気だね、やっぱり大人気ですね。さっきも北海道だったし、はい、青い池絶対綺麗だね。うちのおじいはスプライトよりマウンテンデューが好きだって言うけどあんまり違いがわからないんだけど味の。あ、そうですか。喫茶こっち系得意じゃない。スプライトとマウンテンデューって、はい、まあ、パッケージは分かるんだけど飲み比べしたら分かるの。もう全然分かりますよ。どっちが甘いとか。もうマウンテンデューが甘い。マウンテンデューも緑でしょ。緑ですよ。緑のやつだよね、はい、スプライトも緑だよね、はい、分かるんだ味。どっちかというと酸味が若干強いかなと思うのがスプライト、うん、甘みが強いかなと思うのがマウンテンデューかなと私は思いますね。へえ、はい、分かりやすい。はい、じゃああっちはスプライト派だな。酸味の方。酸味がいい。レモンの。うん。でもそんなこと言っててもビール以外の炭酸飲めないから。でもジュースもあんまり飲めないわけ。甘いやつ。あ、はい。なんかあのエンダーのオレンジジュースとかも、あのルートビアとかもやっぱルートビアって炭酸でしょ。炭酸入ってるでしょ。はい、もちろん入ってます。じゃあビール以外の炭酸はちょっとな、はい、甘いのも。なるほどなるほど。だからマウンテンデューは炭酸の甘いやつなんでしょ。そんなに飲んだこともないんだけど、はい、ほぼほぼ。あっちはスプライトだな、うん、そろそろ1曲いきますか。あ、そうだね、はい、そうだ。じゃあここでどれいきましょうか。
曲いきますか。はい、ポートリバーズで帰り道。1曲いきました。あのすごく見覚えのある名前の方が出てるんですけど。行きたいところか。あ、これ下にスクロールしたら上にプンっていく。まだ なってないのかな。このすげえメールがまた長い。だからさ、分かってるくせにこっちでやればいいのか。はい。あ、スイカス。めっちゃ来てる。ブルガリ。俺三条やがな。これどっちから読めばいいのかな。下からなんですけど、ね。あ、ブルガリさん拍手してくれてるよ。なんか前もいたよね、ブルガリさんってね。はい、めっちゃ来てるな、うん、ボンタンはね、歯にくっつく。めっちゃ来てる。だこれ難しい。ああめっちゃ下に行ったし。またこれまたうちのひろきさんからも来てますね。うちのスタッフからも来てますね。あ、ひろきさん、あれ、うん、こんばんは。こんばんみー。コンビニとか言ってすごい。ツイキャスもいっぱいだ。ありがとう。あー、なんかウリュウ郡北竜町だって。あ、さっきウリュウ郡なんだ、うん、これさっきなんて言うんだっけ、やつ、ね、あげめっちゃ下に待ってよ、せっかく上まで行ったのに。一回手離しちゃダメなんだな。喫茶ルートビア持っていけばどこでも大丈夫ですよ。私ね、ルートビアがですね、1ケース24缶切り買っても2日ぐらいしか持たないんですよ、ね、やば、2日でなくなるっていう、うん、あ、初めての人がいる。初見って、初見。ムルツルベッサ、うん、こんばんは。久しぶりのリアルタイム、はちみつ二郎。わちゃわちゃしてるなって。違う、なんかさ、パソコンがさ難しいわけよ、めちゃくちゃ。そしたら待ってよ、これ終わったら、あ、そのままどんながいいのかな、メッセージがいいのか。そのまままだメッセージいきますか、うん、あの今日休んでおられる方のメッセージ読みます。ん、今日休んでおられる方のメッセージが、うん、読む。お悩み相談。はい、いきます。はい、ポートリバーズの人生はポリバケツ。はい、というわけでポートリバーズの人生はポリバケツ、今日は第25回目、ボーカルあさみ一人でお届けしてます。横におじいちゃんもいますよ。はい、ね、メッセージどんどんお待ちしてます。今日のテーマは行ってみたいところ、一生に一度は行きたいところ、死ぬまでに行きたいところ、そういう行きたいところ、メッセージどんどんお待ちしてます。はい、じゃあ続けて、メール読みますね。ね、待ってよ、これはポリコネーム宮国立のデージ長いメール送ってんだけど、あちさん大丈夫やいびん、
立つのはデイジウークイしてるよ、盛り上がってるラジオ、笑いって笑われてる。なんかムカつく。あ、立つのです、一人ラジオで焦ってるんだろうな、チバリオカデナ、あ、カデナ負けちゃったね、カデナ負けちゃった。で、今日のテーマ内カビだけど、内カビじゃないし。内カビって何です？内カビっていうのは、あの天国のお金で、あのなんていうの、この天国の人たちも天国で買い物ができるようにって言ってから、そのお金を焼くわけ。なるほど、天国お金取るんですね。だから長男とかが焼くわけよ。焼いてそこにいろんな料理も入れて、このバケツみたいなところで焼くんだけど、その焼いた後に料理も入れていって、それをこの敷地内のどこかに埋めるわけ。まあ日がけはそういうやり方なんだけど、そう、それを天国のお金内カビって言うんだけどさ、はい、内カビ、じゃ内カビじゃないしテーマ。あれ、神様のお金を焼くんだけど、下に水張らないと煙が大変なことになるよね。当たり前やし。はしゃびょう、気をつけようね。うん、なんだっけ、行きたいところだっけ。そうだよ、行きたいところだよ、やっぱり。なんだ、あ、なんていうのこれ、やっぱりあそこ。なんていうのこれ、読めた、あそこよって。本当にあるの、こういうところ。阿蘇温泉の、あ、阿蘇温、あ、阿蘇温泉からの長崎だったり熊本だったり福岡だったり宮崎だったり大分だったり、いわゆる九州全部。ああ、もうなんかさ、メールでもうざいね。立つのは存在もうざいんだけど、メールもなんかこのなんか今この肩幅が当たってきそうな。なんかあそこっていうなんか意味もわからんしよ。別に九州でいいやし。いわゆる九州全部、まあ、九州いいね、飯もうまい、景色も最高、癒しには十分だな。よし、今年行こう。じゃあ最後までチバリオカデナって。お前いつメール送ってんのかな。カデナって今日負けちゃったよ。まあ、今24分にメール送ってきておられますね。8時半、8時23分、18分前に送ってきてくれてますね。そう、長男だからさ、立つのは、あの内カビもあれして、ウークイあれして、ご先祖様あれしてるわけね。まあでもメールでこんなにうざい人初めて見たな。はい、じゃあ次いきますか。ポリコネーム、ヨギシコジャパン。はい、よし、ギシコジャパン。今日初めてだね。ヘシキさん、こんばんは。ヘシキじゃないし。左側の鼻から鼻毛が出ているので、それの処理をしています。あー、暇だな。ヘシキさん、今日はお一人様だったのか。今日は糸満で密かに育ててるシーラカンスに餌をあげてきたよ。肘大滝の帰りによ。そして、今帰宅。デジ遠いな、肘大滝から糸満って。いつもこの距離感がすごいんだよ。そして今帰宅。さて、足の親指の爪の間のヒング食べながらウークイしてみようね。デジ汚い、汚い、ヨギシコ。もう番組特製のパラボラアンテナもらえますかって。わかる、足の親指の爪の間のヒングって喫茶。あの、たまに汚れるやつですね。うん、あの臭いやつ。あれ、あの結構9割が匂いを嗅いでしまうっていうやつね。思わず嗅ぎたくないのに嗅いでしまうっていうのが、あの足の親指の爪の間のヒングっていうやつでしょ。はっしゃびよ、さすがヨギシコさんだね。メールが汚いね。はい、ウークイ楽しんでください。ありがとうございます。次いきます。ポリコネーム、沖縄コンビーフセンターさん、ありがとうございます。私、マチュピチュ、モンサンミッシェルとか行きたいけどお金がないから、現実的にギノワン市に住んでいる私だから、海が綺麗な沖縄県に行きたい。は、どういうこと。トロピカルビーチとか、あ、かっこボケましたって。チーンしときましょうね。私は前の変わった地名で投稿したどこの森もかなり気になるだって。ありがとうございます。あのさ、海が綺麗な、じゃあ現実的に宜野湾市に住んでる私だから、海が綺麗な沖縄県に行きたい
ていうところまで読んで、あちさボケも何もさあの通じない人だからさ、こういう文面で見ると難しいね、ボケられても。トロピカルビーチね、だギノワンだったらもう目の前にあるわけでしょ、ギノワンに住んでるからさ、トロピーとか多分毎日見てるんじゃない、コンビーフセンターさん。もう最近はまあでも今日もちょっとチラチラ雨降ってたし、昨日も降ってたし、なんか降ったりやんだりの時が多いね。そうですね、なんか天気予報では晴れマークが多かったんだけど、でも最近海綺麗だな、またね。はい、次行きましょう。すごいメッセージが絶えない、尽きない、すごいです、ね、嬉しい。これ立つの毎週いなくても大丈夫系のやつかな。ですぐ調子に乗る、ポートリバーズのボーカルあさみです。はい、またまたこんばんみ、はちみつ二郎です。2通目だ、ありがとう。昔のお盆シーズンは昼から酔っ払いが歩き回って、家族じゃない家からお酒もらい回り、お酒もらい回りするぐらい祭りみたいな感じだったらしいよ。他の場所もこんな感じだったのかなって。待ってよ、今全然メッセージうまく読めてない。はちみつ二郎、点とか丸が全然ないな。昔のお盆シーズンは昼から酔っ払いが歩き回って、家族じゃない家からお酒もらい回り回りするぐらい祭りみたいな感じだったらしいよって。浦添市宮城の話って、私地元ですよ、そこ。そうなんだ、他の場所もこんな感じだったのかなって。でもやっぱね、お盆は本当に酔っ払いが歩き回ってる感じはするね。でこんな早い時間から、昔は大工とかそんな見たことないけど、結構早い時間から大工とかももう動いてるしね。でしかも親戚たちで終わったら今度友達同士で居酒屋で飲みに行くとかもあるからね。結構やっぱ、うん、他の場所もそうなんじゃない、きっとね。これさ、はい、そろそろ曲行きましょうとか言ってね。ああ大丈夫ですよ、次行くのは CM になりますので。はい、はい、じゃあ行きますよ。ポリコネームテイコピー3通目ありがとう。お悩み相談、お悩み相談だ。うちんち危ない、うちんちワンコが4匹いるのって、これさひらがなでうちんちって書いてるんだけど危ない、読みにく、うちんちワンコが4匹いるのね。ワン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 、上から13歳が2匹、10歳9歳、全員オスなんだけど、オスだからこそよう喧嘩するのよ。そうなんだ、それはまあ問題ないんだけど、歯磨きしてもやり方が下手くそなのか、みんな口が臭い。その口臭を放って顔をベロベロしてくるのね。犬の愛情表現だから受け止めなきゃだけど、きつくて無理なんだよね。アーチどうしようって。これさ、アーチも犬飼ってたんだけど、去年亡くなっちゃったわけ、ポメラニアンのボブちゃんが。これもメス、アーチはメスだったんだけど、妹がボブサップが好きだっていうことでボブっていう名前にしたわけ、ポメラニアのちっちゃい可愛いのが。でもさ、あんま臭くなかったよ。なんか犬の種類にもよるのかな、なんかそのまあ犬ペットはね、動物はちょっと匂いがあれ的なあれは多いとは思うんだけど、歯磨きしてもやり方が下手くそなのか、みんな口が臭いって、だから種類にもよるのかもね。あと食べてるものじゃない、何食べさせて、焼肉とかあげてない。焼肉は犬にあげますか、ドッグフード。うちはドッグフードオンリーだったわけ。はい、普通に人間が食べるものとかあげてない、タイコッピー。ニンニクとか。まあね、あ、ニンニク、ニンニク食べたら死ぬんじゃない。何か食べたら死ぬ、ポテトチップスあげたら死ぬとかあったよね。犬は、猫はネギとかね、玉ねぎとか、ね、そうそうそう、あ、なんか食べ物にもあるんじゃない。はい、口、顔をベロベロしてくるのも、でももうね、本当に愛情表現だから、ちょっとペットショップとか行って相談してみれば、あっちは多分食べ物だと思う、あっちの解決は。 だけど本当はなんか口臭なんとかみたいな、人間でいうポリデントみたいな、あるさ、おじいちゃんたちの歯をあれするやつ、匂いとかきれいにするやつ。
ウォシュレット的な、あ、ウォシュレットじゃない、ウォシュレット、お尻だよね、あのモンダミンとかそういうやつ、モンダミン、そう、お口クチュクチュモンダミンの犬バージョンとかないかな、犬もブクブクとかするかな、ポリデントは入れ歯外さないといけないのでそうだ、入れ歯だあれね、入れ歯洗浄剤なんで、やばいやばい、ごめんごめん、タイコッピの犬をみんな老人、老化させちゃった、そもそも犬に入れ歯があるのかどうか、ね、せやせや、はい、じゃあ次行きますよ、はい、2つ目、沖縄コンビーフセンターさん、ありがとうございます。なんか星空っぽい、あ、じゃ間違った、ごめん、スプライトとマウンテンデューの違い、なんか星空っぽい名前がスプライトで、最近あった休日の山の日がマウンテンデューっぽいと思うなるほど、まあ、分からんでもないですね、推進、ごめんなさい、名前のニュアンスだけを言いました。じゃあ沖縄コンビーフセンターさんさ、なんかさ、発想が面白いよね、面白いですね、俳句も面白かったしさ、はい、星空っぽい名前とかロマンチックさ、山の日が、ま、これマウンテンデューって書いてるんだけど、マウンテンデューじゃないのかな、マウンテンですね、マウンテンデュー、まあ山の日だからね、はい、海の日だったら、海って英語でなんて言うの、シー、はい、じゃあ次のメッセージいきましょうねこれ大丈夫、曲とか、じゃあ次のメッセージ紹介したら一度 CM 行きましょう、 CM 行きます、はい、次のメッセージ、じゃあこれメッセージ読む、はい、ポリコネームみーつーさん、3通目4通目5通目ありがとうございます。俺もポリバメンバーと朝まで屋に飲みに行きたい、こんばんは、みーつーです。テーマ、行ってみたいところ、オーロラ見に行きたい、寒いのは嫌いだけどオーロラは見たい、寝っ転がってみたい、 PS 絶景はいろいろ見てみたいね、アーチはどこの景色を見てみたいのっていうことですけど、アーチはカナダ、カナダの、 あのグリーンゲーブルズに行きたいですね、わかるかな、おわかる、絶景ですよね、そうそうそう、あそこも、だし、本当にとにかく赤毛のアンが大好きで、赤毛のアンのアンが通ってた、お化けの森とか恋人の花道とか、そういう舞台になった場所があって、そこを本当に、なんか行きたいな、アンが生活してた、まあ、空想、あれは現実と空想が織り交ざった物語なんだけど、アンみたいな生き方が好きで、あ、CM、 そうそう、 CM、 あ、そう、 CM どうぞギリギリかじゃあ一応エンディングは、あ、そっか、手紙、うん、でいいんですか、エンディングは、エンディングが、なんだっけ、前なんだっけ、手紙だったかな、手紙だったような気がします、うん、じゃあ手紙で、これが53分でしょ、56分に終わるってことだね、はい、残り2分半ほどしかないですね、うん、あと15秒で試合負けます、はい、ちゃんと終われるかな、10秒前、はい、9、8、7、6、5秒前、4、3、2、1、ポートリバーズの人生はポリバケッツ、お一人様、今日は一人で届けてます、人生はポリバケッツです。今日のメッセージテーマが、行ってみたいところ、一生に一度は行ってみたいところ、そして死ぬまでに一度は行きたいところということで、いろんな行ってみたいところのメッセージをが来ましたが、たくさんのメッセージ、あ、また来てる、読みます。ヤギシコジャパンさん、ありがとうございます。俺ってアイドルで有名だから、鼻毛が生えてるって絶対内緒だよC だよ、知らんしアサミはあのヒング2回は匂い嗅いでるさねやっぱり3回目には舐めている、ハゴさよそれとも家の柱にタッコアしているやばいね、
タッコはわしないな。舐めてもないな。匂いは嗅いだ。嗅ぎましたよ。もう、それこそ、ちょっと汚いけどさ、もう部活やってたんでね。もう、ヨギシコジャパンはアイドルだから、私も小さな声で教えるけど。今度会ってから教えますよ。なるほど。さあさあ、残り番組も残り1分となってきました。はい、残り1分、はい。はい。ということでね、今日、一人で届けたんですけど、なんかあっという間だった。皆さん、たくさんのメッセージ、ありがとうございました。嬉しい。ちょっと待ってよ。もう、受信トレイばっかり見て、配信、ツイキャス見てないんだけど。そう、名古屋のダンサーさん、今日お一人なんですよ。もうね、ちょっとあれなんですけど。今日は立つのがいないから一人届けました。1時間皆さんお付き合いありがとうございました。来週のテーマ、来週のポリバケツのテーマは好きなファッション。男性の好きなファッションでも女性の好きなファッションでも何でもいいですから、好きなファッション、皆さんの好きなファッションを教えてください。はい、お待ちしてます。ということで、はい、さあもう残り番組も16秒となってまいりました。はい、今日は一人でお届けしました。楽しかった。一人でも大丈夫かも。ありがとう。また来週ね。ポートリバーズのあさみでした。バイバイ。お疲れ様でした。お疲れ様です。